こんばんは、滝雄介でございます。前回に引き続き野間宏という作家の小説についてご紹介いたします。今日話題に取り上げますのは、暗い家で新人作家現る、戦後派現ると話題をさらいました野間宏でございますが、その後短編が 1,2,3,4,5,5 つぐらいですかね、発表されまして、その次ぐらい、これは昭和の23年に入ってからでございますけれど、崩壊感覚という作品が出ます。崩壊は崩れるに、これは普通崩壊という場合の破壊活動などの解ではございませんで、解説するなどの解があえて使われております。作家が思いを込めて作った言葉でございましょう。崩壊感覚というタイトルでございます。野間宏、その後長い年月にわたり話題作、それから長大な作品、大きな長編小説などなど作品多い作家でございますが、初期短編中編小説の中から最も代表的なものを選べと言われましたならば、この崩壊感覚を選ぶのがよろしいのではないかと思っております。主人公は及川隆一と申しまして、安アパートに一人住まいしております。どういう男かと申しますと、徴兵されて戦地へ赴く前は大学に所属して有能な研究員、まあ大学院生からちょっと脱しまして若手の研究員として所属しているというような人物でございました。赤紙が来て戦地へ赴きます。辛い行軍、作戦、また訓練、ああもうついていけない、こんな暮らしダメだ、とてもじゃないけれど生きていけない、いっそのこと楽になりたい、そう思って自らくびれ死ぬことを考えたりもいたしますが、いやいや死んで花見が咲くものか、怖い、痛いのは嫌だ、そう思って思いとどまる。しかしまた辛い日常が続く、ああもうやっていられない、このことの繰り返しでございますね。そういう中で軍備軍装として入手できるところにございました手榴弾を一個手に持ちまして、夜中川屋へ立つふりをして、ここで炸裂させてしまおうか思いながら、いやーやっぱり怖い、やめよう。しかし寝て起きればまた明日辛い行軍だ、いっそのこと、あいやーそれは怖い、でもまた明日やってしまおう、なんていうふうに逡巡いたしておりますうちに、ぷいっとそのピンを抜いてしまうんであります。つまり唇を切ってしまうわけでございます。シューと煙が出るかガスが出るか、私は実際に手榴弾を炸裂させたことがございませんので存じませんが、映画などによりますと、シューと言って煙が出ていたりなんかする、ああもうあと3秒で2秒で炸裂する、いや怖い、でもこのまま死んでしまう、いや怖い、と言って逃れるために手榴弾を放るんでございますが、 0. 何秒遅かった、手から離れるか離れぬかのうちにパーンと炸裂してしまう、指が2本飛んでしまいます。つまりそこで応急手当て医務班になされたのではございましょうけれど、言ってみれば親指と人差し指と小指3本指の男、中指と薬指がない敗戦、復員してまいりました。そして舞台は戦後、安アパートに一人で住まっております。大学時代の同僚あるいは指導教授方は、及川君、君みたいな優秀な人間はもう一度大学へ戻ってきて、何年か遅れたって構わない、指が2本なくて不自由かもしれないがなんとかなるだろう、もう一回研究職へ戻ってくる気はないかと年頃に誘ってもらえるのでありますが、当の及川隆一自身が何か心に決定的な負い目を負ってしまって、
いわゆる今でいうところの心の傷、トラウマというようなことでございましょうか。あるいは戦地から帰った兵隊が現実感覚を失う何がし病というようなことが言われますね。そういう症状だったでしょうか。大学へは金輪際戻る気がない、でうつうつとアパートに暮らしている。そんな彼にも実は相思相愛のガールフレンド、恋人がおります。今日はその彼女と落ち合う約束になってる日、出かけようかと思って自分の部屋を出ました。このアパートの構造はですね、例えて言いますならば定時計のようになってまして、真ん中に1階から上がってくる階段があって、その2階が1本の廊下になっている。片方の端の部屋に住んでおります及川がとことこと廊下を歩きまして、階段へ差し掛かりますと、下から息切って管理人のおばちゃんが上がってくる。あ、及川さん、及川さん、いいところにいてくれた。あのね、新井さんが首吊っちゃったのよ。実はこの階段を挟みまして定時計の反対側の方の隅の部屋には、青年、まだ学生だったですかね、一人住んでいる。同じアパートに鬱屈している若い者同士ということで、日頃何くれとなく意見交換し話したりすることもある間柄。その新井が死んでしまっている。首吊ってるのよ。ああ怖い、見るのも嫌だ。私ちょっとね、警察と、それからどこへ行くんだろう、保健所かしら、どこかしら、ちょっと私一っ走り行ってくるから見ててちょうだい、お願い、他にお願いする人いないの、及川さん頼んだわよ、つっておばちゃん言ってしまう。弱ったなぁ。静子さんと、西原静子、恋人の名前でございますが、静子さんとの約束の時間、いやしかし新井くんが首吊ってる、うわどうしよう、しかし行ってみないわけにもいかないだろうな、放っておくわけにもいかないと言って部屋へ行ってみる。ドアを開ける。ダラーンと針から首を吊っている青年のむくろが、どうしようというようなこと。しかしとにかく警察官か何かをおばちゃんが呼んでくる。それまで行ってだいぶ時間が経ってしまった。もう待っていてくれないだろうなと言って待ち合わせ場所まで急ぐのでございましたが、案の定彼女の姿はない。そんな後事情を話しに彼女の下宿へ行ってみなきゃならないとかいろいろあって、後の話もあるのですが、それはさておき、そこでまた男女の問題、それから性欲と自我の葛藤の問題などなどがルル書き継がれるのでありますが、今はそれは起きまして、この現在の及川隆一が悪夢を見るかのように何かというと思い出さざるを得ない、2本指を吹っ飛ばした時の話ですね。自分自身が弱かった、迷ったというような自責の念もあると同時に、自分はなぜどんな外圧によってそれほど追い詰められたのだろうかというふうに分析しようという気持ちもある。しかし結果として現に自分は不愚者と言ってもいい、五体満足ではない体になってしまった。彼が思わず指を開いて段を離そうとした瞬間、彼の全身を揺すった爆裂の音と振動とが今また彼の全身にはっきりとよみがえってきた。この人生から自分自身を締め出そうと自分に強制したあの瞬間のほのぐらい頭の奥や胸や腹や腸やそのあたりに広がっているめまいのような感覚が再び鮮やかに思い起こされてきた。多岐ですからあっさりと逡巡、迷い、どっちつかずなどと簡単に申しますが、鈍重長大の野間博士先生の表現によれば、人生から自分自身を締め出そうとした自分に強制したあの瞬間の
頭の奥や胸や腹や腸やそのあたりに広がっている、あのね、しつこいですよ。でもこれ腐して言ってるんじゃないんです。この人がどうしても、この人がって偉そうですいません、この作家がどうしても読者に伝えなければならない強い思いがあるんですね。そしてその先、ぐにゃりとした肉の崩れ去る感覚、そして背中の中を走る神経の束がぐしゃりと引きちぎれて、自分自身の周囲に存在している外的世界や自分の内部に自分を形作っている内的世界が形を失っていくような嫌な崩壊感、ここでこの崩壊が出てくるんです。そこから1ページほど行ったところにすごいんですよ。このぐにゃりとした自分の肉体が内部から溶けていくような瞬間の気持ち、うわかと思いますとね、自分の意識と体液とが混合したようなネバネバした瞬間とかね、ぐにゃりとした感覚、ネチャネチャした脳症、闇の中で自分の目に一瞬映し出された自分の体液が体外に放つ正気の影とかね、爆裂の強烈な振動が彼の全身の食感に与えた肉や体液やリンパ球や神経毛などの揺れるぐにゃりとした内部感覚、空中へ吹き上げられる自己意識とかね、一体この先生どこまで気持ちの悪いものを気持ちの悪いようにこれでもかとばかりに描くのかと言わんばかりの表現を重ねます。これ単なる体質とか美意識とかそういうものではなく、この作家の表現しようとしたことなのです。この人は後年評論集のタイトルにもしたぐらいなのですが、全体小説ということを提唱いたします。本当の真実を描くには人間と社会の全体を描かなければならない。人間だけを描いてもダメ、社会だけを描いてもダメ、こういうふうに言っているわけです。こんな言い方です。真理、正理、社会、これを三位一体のものとして、つまり長い小説の中である部分、ここは真理を描いてます、そしてまたこの章では正理、人間の気持ちとか体の欲求などを書いてます、そしてここは社会を書いてます、ではないと言ってんです。それは別個に並べて書いているに過ぎない。そうではなくて、とある表現が真理の表現でもあり、正理の表現でもあり、社会の反映でもある、そのような表現を作家は追求せよとおっしゃっているわけです。野間宏の提唱する全体小説は大河小説ということではございません。絵巻物のように延々と長続きする長い小説ということではございません。一切合切をじゅんぐりにぐるりーっと描き切る小説ということではございません。長い短いに関係なく、表現の一つ一つが重層的に、滝流に申せばミルフィーユ状態で、真理、正理、社会がもろともにそこに表現されてあるような、そのような言語表現を追求しろとおっしゃってるわけなんですね。この全体小説では成功した例はあるのかと言われれば、部分的にはといって過去の文豪の大きな作品が上がるのかもしれませんが、完璧な理想的な形ではまだ地上に実現されたことのない文学表現なのですね。それをこの野間宏という作家は志したわけです。それが後年の
野間宏という作家の達成によって実現されているか否かの評価はあなたご自身にお任せ申し上げますけれども、しかし少なくとも皇族の志ある作家たち、例えば文学世代で申しますと次の次の世代ぐらいにあたりますかね、織田誠というような人はこの野間宏が提唱いたしました全体小説という考え方をもろに継承し実現し、その先を描こうと励んだ人でしたね。それやこれや批判をすると賛同すると問わず大きな話題を提供することになりました。野間宏の全体という考え方、それを察せずに表現だけ読んでみますと、先ほどちょっと一部分ご紹介いたしましたようにぐにゃりぐしゃりねちゃねちゃにちゃにちゃ、どこまで悪臭がするような気持ちの悪い表現なんですか野間先生、というような表現もあえて辞さなかったわけでございます。さあ、この野間宏という作家についてのまとめというようなことは次回にもう一回申し上げることにいたします。今日は失礼いたします。ごきげんよう。